こんばんは。さあ、始まりました。初めてのインスタライブ、ミラハルマやっていきたいと思います。初めてなものなので、なんか至らない点とかあると思いますけども どうぞお手柔らかにお願いします。本日、4月5日、皆様のおかげで無事に30歳を迎えることができました。ありがとうございます。まだまだなんかこう30歳になったっていうような実感ないですけどね。初めてのインスタライブだから、なんかこうこんなね、皆さんから見ると涼しい顔してるかもしれないですけど、脇汗すごいです、今。本来だったら、富山で4月5日舞台を踏んでいたんですけども、なかなかそういうわけにもいかず、ね、きちんとその富山の公演に来てくださるお客様の顔を見て、舞台を見てくれてありがとうっていう気持ちと、そして、なんだろう、こうして芝居をできているのは、やっぱりいつも応援してくださる皆さん、そしてね、芝居を求めて見に来てくださってる皆さんのおかげですっていう感謝の気持ちを伝えたかったんですけど、なかなかそういうわけにもいかなかったので、今回こういう場を設けさせてもらいました。そして今見てくださってる皆さん、気にかけてくださってる皆さん、本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。続々とメッセージをくださってますけれども、もしなかなかこういう機会も頻繁にはできないので、何かに気になることがあればとか、あとは質問があったらどしどし、投げかけてください。お願いします。4月5日は僕の誕生日ではあるんですけれども、そして今日はですね、実はそれと同時に、僕がこの4年半ぐらいかな、日本47都道府県各地を回って、その現地の伝統工芸だったりとか、職人さんの思いだったりとか、文化だったりとかを取材させてもらった、連載がですね、マニブックスさんの方で書籍化になりまして、こちら「日本製」というタイトルで今日発売になりました。ありがとうございます。これもそして皆さんがね、連載を何だろう、楽しみにしてくださっていたから、こういう形を取ることができました。本当に皆さんのおかげです。ありがとう。そうで、内容もすごく充実していて、パラパラパラっと見せますけど、こんな感じに、そう、手に収まるサイズ感で作らせていただきました。もうね、手元にある人もいるかもしれないですけど、予約してくれましたか？手に取ってくださったらすごくすごく、幸せです。なんでこう日本製を、日本各地を回りたいっていうふうに思ったのかっていうとですね、5年前の自分はなんかこうふと日本各地のこと、撮影を通して例えば北海道行ったり、聞かせてもらったり、各都道府県行かせてもらう機会はありましたけど、でもその地域の 映っちゃったね 今すいません、と 一緒にマネージャーが 撮ってくれてるんですけども、マネージャーの顔がパッと映ってしまいました
決して怪しいものではありませんねびっくりしましたよね今ね。僕もびっくりしましたもん。こんなこともあるんだね誰ってなるよねそりゃ。でもすごくいいやつですもう彼とはそうだなもう1年半ぐらいになるんですけど、いつも支えてもらってるんです今本当頭を抱えて向こうの方で小さくなってるんですけど、まあ、許してやってください話の途中になってしまいましたが、そう平たく言わせていただくと、日本のこと何も知らないなっていうふうに思って、でこの先なんだろう、例えばね、海外でお仕事することがあったら、日本の何か素晴らしいものだったりとか美しいもの、特徴ってどんなとこがあるのっていうことを、例えば仮に英語がねどんどんその勉強していって堪能になったとしても、各地の美しいものを知らなかった時に説明できないなっていうふうに思ったんです。で20段大前半、そして中盤余暇をもらって語学学校に、その海外に行かせてもらったっていう経験があるんですが、そこでやっぱり日本のこととかもよく聞かれたんです。クラスで話題になって、でヨーロッパのね、自分よりも年下の男の子女の子が、自分の国はなんて素晴らしいんだって、こんなに素晴らしいところがあって、こんなに有名なクラフトがあってっていうことをすごくこう目を輝かせて言ってたんですよね。なんかそれがとても眩しく見えたし、そしてその自分の語学もそうだったんですけど、言えなかったことに関してすごくフラストレーション、なんかこう悔しい思いが募ったのを覚えていて、だからなんだろう、一人の俳優としても日本人としても日本の魅力をたくさん学びたいなっていうふうに思って、企画を通して、皆さんのなんか指示を通して学ばせてもらった経緯があります。で必ず皆さんが生まれた、その日本人の皆さんが生まれた各都道府県の強みだったりとか、あとは、僕がその学ばせてもらったことなんではあるんですけど、入ってるので、ご自身 の都道府県多分知らなかったっていうことが結構あったりとかするので、あとはそうですね、なんか親戚だったりとか、おじいちゃんおばあちゃんが住んでるところや、なんだろう、すっごい仲のいい友達がの赴任先だったりとか、のなんかこうその都道府県の魅力を知っていただくいい機会になればいいななんていうふうに思ってます。ぜひ手に取っていただけたらすごく嬉しいです。そして今回特装版っていうのかな、この日本製と一緒に去年1年間かな、自分が立たせてもらった舞台、そして撮影させてもらったドラマ、映画などなどのその現場にドキュメンタリーのような形でカメラマンさんに付き添っていただいて写真を撮らさせてもらったんです。それがこちらになっていて、で去年のその1年間の軌跡をこちらでも僕自身初めてのドキュメンタリーブックとして、届けられたらなっていうふうに思って作らせていただきました。もし興味がある方は一緒に手に取っていただけたら嬉しいなっていうふうに思ってます。なかなか今ね、こういう情勢ですから、各店舗さんが特製ブースを用意してくださっていて、すごくすごく嬉しいんですね。嬉しいんですけど、やっぱりなかなかね、足を運ぶっていうことが難しくなってきているので、もしよかったらその
まあ、うちのサイトでいうとアスマートだったりとか、あとはワニブックさんの、サイトで予約だったりとかもできるので、アマゾンさんでもできたりとかするので、もし気になるようであればぜひチェックしていただけたらとすごく思います。はい、おお、一人でも意外とこう喋れるもんですね。うん、ちょっとコーヒー飲んでもいいですか。ああ、皆さんはね、どうお過ごしでしょうか。最近の僕はですね、あまりね外に出られないので自炊をよくしますね。するようになった。その舞台中は、はい、稽古の期間から始まる時間や終わる時間が決まっているんですね。だから割と自分の時間をマネジメントすることができるので、朝はしっかり朝食を作って、で最近は特にその夜ご飯も作るようになったんですけど、うん、でそうですね、最近インスタグラムの方にもポストさせてもらってますけど、こう2月かな、2月にハンサムライブというファン感謝祭イベントを、あれ何年になるんだ、15年だよね。そう、目を迎えまして本当にありがとうございます。でそこでその本番中にですね、まあ、みんなでワイ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 ガヤ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 ホットミールとかも食べるんですよ。でそこでありがたくもその美味しい料理の数々プラス生卵とあと納豆を、わーラッキーと思ってプレートに乗せて食べようとしたんですよ。そしたらおもむろに上原拓也君っていううちの俳優さんが僕の先輩になったんですけど、春馬知ってた、生卵とあと納豆を一緒に食べるとお互いの必須アミノ酸だったりとか栄養素を吸収しづらくしちゃうらしいよ、本当にビビってさみたいなことを言ったんですね。もう誰もがやってる来たわけじゃないですか。であんなに美味しいし、幼少期なんてもう、まあ、今でもよくするけどすごくいいタンパク源だと思って衝撃が走りましたよ。なんか今までのその美味しいと思ってで、なんなら体にいいと思って、まあ、食べても体にいいですけど害はないんだけど、そう食べ続けてきたものが実はその食べ合わせによってはお互いのいいところを打ち消し合っていたみたいなことってすごい損した気分になったんですね。すいません、おもむろになんかいきなりこんな話をしだして、だけどそこから、あ、実はできることっていっぱいあるんだなと思って、日々の、うん、なんかこう食事、外であってもうちの中であっても食べ合わせ、もしくはもっと言うとその食べる順番だったりとかで、なので、ね、納豆に含まれるタンパク源アミノ酸が卵の白身に含まれる栄養素によって、その納豆なんてね、その美肌効果だったりとか肌の再生、肌のビタミンと言われるようなその成分がふんだんに入ってるらしいんですね。でもそれを何でしょうね、その吸収を阻害してしまうような成分が卵の白身にそう含まれているようで、でもよくよくそのサイトとかで見ると卵の白身も、例えば生卵が食べたかったとしたら白身だけ少しこうね
外してあげてからでこう、白身肉取ってあげてっていう食べ方も推奨してる方もいらっしゃいましたし、あとは火にやっぱりその成分が白身の中に入っているその打ち消し合ってしまうような成分っていうのは弱いんですって。だから半熟にしてみたりとか、あとは卵焼きにしてみたりとかっていうことをするといいみたいですね、食べ合わせとしては。だから最近毎日卵焼き焼いてるんですけど、すっごいうまくなって、すんごいもう中ふわふわの、そうジューシーな卵焼き、自分でここまでできるんだっていうような充実感を朝感じながら一人で幸福感浸ってる毎朝なんですけどね。そうだからいろんなその例えばしらすと、ね、大根の食べ合わせが実はあまりよろしくなかったとか、いろんなネットに載っているので、食べ合わせのね良し悪しっていうのは。なのでそんなことを意識しながら食べると、なんか実はいいことしてるような感じがして、充実感があったりとかして楽しいです。でそう、食べ合わせもそうなんだけど、その食べる順番、自分はもずくを食べ、生のもずく酢を食べて、で野菜を食べて、で温野菜を食べて、でその後納豆キムチなのか納豆アボカドを食べて、でお魚なのかお肉を食べて、その時に、玄米なのか白米をいただくんですけど、これっていうのはその血糖値を緩やかに上げてあげる食事の取り方なんですって。だから朝にかかわらず昼でも夜でもこういう食べ方をした方がいいっていうふうに聞きまして、そのゆえんとしてはあるクリニックの先生に、その舞台に立ち続けるのであれば、どの産業にも言えると思うんですけどって、自分のそのパフォーマンスを維持したければ、やっぱり一日のその1回の食事が自分の未来の体調の投資だと思って考えることができませんかっていうふうに言われたのが、すごくこうなんだろう、その言葉に衝撃が走りまして、あ、どの食事も投資なんだっていうふうに考えたら、緩やかに血糖値を上げて自分の肝臓だったりとかそうの負担を軽減してあげるっていうことが、この5年後10年後のじゃあ舞台の上で体を動かして能動的に動かし、それがどんな表現につながるかわからないけれど、そうね、来てくださるお客様の感動だったりとか、あとはインスピレーションにつながるのであれば、最善を尽くしたいなっていうふうに思ったのがきっかけなんですよね。そうで、この食べ方はやっぱりそのトップアスリートの方たちもすごく気にして食べてるようなので、すごく信憑性があるなと思って、血糖値がねガンと上がってしまうと、この上がったはいいけど下がった時にすごくこう眠くなってしまうとか、集中力が保ちづらいとかっていうことになるらしいんですよ。なんかね、皆さん経験ありません？ご飯食べた後になんか体悪いなとか、眠いなとかっていうこと で、そこで、ね、20分とかクッと寝るようなことができるのであれば、それは脳を リセットしてまたパフォーマンスに、ハイクオリティのパフォーマンスにつながるからいいとは思うんですけど、でもなかなかね、皆さん忙しいからそういうわけにもいかないじゃないですか。限られてるんですよ、日本人ってやっぱね、すごく勤勉なイメージもあるし、しっかりやっていかなきゃいけないっていう会社のね、形だったりとか、まあ、夢すごくこうセンシティブだから、だからだったら食事から気をつけた方がハッピーなんじゃないかなっていうふうに思ったので、そういうことをしていますね。もう何分ぐらい喋ってるんだろう。結構喋ってる？
丈夫ですか皆さん、なんかこの話すいませんね、認知かかったりってこんな昔から認知かかったんだね。天が授けてくれた恵みの勇気がまるで何事も起きなかったかのように、中学校の時に好きだった女の子にうんちくくんだねって言われたところ、すっごいそれがショックな時代があったから、あれはショックだった。でも治ってない、治す気がない。でも言ってください、話が長い長いよと思ったら言ってください。改めます、どうですかね、ここでなんか皆さんの質問みたいなものが、面白いものがあったら、話していきたいなっていうふうには思いますけども、初めてこう、春馬くんと同じ誕生日です。おめでとう。お揃いですね。ありがとうございます。今日も料理しましたよ。いつもと変わらずもずくすから始まって卵焼き食べて、そんな感じでやってました。ラジオ番組やってください嬉しいなね、機会があればやりたいなっていうふうには思いますけど、今引き続きあの質問に目を通していくんですけど、ここで皆様に、僕としてもとても重要な発表をしたいななんていうふうに思います。でれん、三浦春馬セカンドシングル、そしてショーケースライブ今年やります。そしてセカンドシングル、実はですね、初夏発売予定です。もうね、準備してますとか言ってね、準備してるんだよね、ね。で、このセカンドシングルのなんていうんですか、こう表題曲っていうんですか、表題曲一番の目玉というか目玉ってがですね、辻村さんというシンガーソングライターの方に頼んでます。で、辻村さんはですね、アミューズのアーティストっていうことでいいんですね。アミューズのアーティストさんで、平成ジャンプさんだったりとか、あといろんなとても素晴らしいアーティストの方たちに楽曲を提供していて、ご自身でも楽曲を歌ってるんですけど、そうシンガーなのでめちゃくちゃいい楽曲になってます。また今までの歌い方とは違ったアプローチでやらなければならなかったので、今回も勉強になりましたし、今回のシングルの中に何曲入ってるとかって言ってもいいんですか。3曲、でそれぞれ、ね、全く違うテイストになってますし、ダンスナンバーもあるし、ラブソングもあるし、そう、あれこれ僕がさ、ああしてるこうしてるみたいなことも言っていいのかなって。その中の1曲は、自分で作詞作曲させてもらってます。なので今回いろいろ挑戦しているようなシングルになってます。とても楽しみです、どんな出来上がりになるのか。で、その楽曲も連れ、今まで出した Fight for your heart, you もろもろの楽曲でショーケースを今年の秋に、大体秋頃ですね、やろうっていう風にスタッフ一同考えております。なのでぜひ進捗の何か情報があれば
配信しますし、ポストしますし、チェックしていただけたら嬉しいなと思います。初めてのショーケースライブ来てくれたら嬉しいなし、全力でやるので、はい、それまでにまたスキルアップして頑張っていきたいと思います。楽しみだって、嬉しい、最高に嬉しいですね。な感じかな、うん、もうだいたい30分ぐらいね。あ、バレちゃった。コーヒー飲んでました。あ、娘が明日入学式ですだって、おめでとうね。素敵な家族だね。あ、めでたいね。ムツキがいる。ムツキ見てくれてんだ、ありがとう、めちゃくちゃ嬉しいな。いや、友達が見てくれて嬉しいよね。ああと、なんか東トンちゃんも見てくれてるみたいで、ありがとうね、めっちゃ嬉しいや。友達がこう見てくれてると、いるよって言ってね。なかなかこうと見てるようだって。めっちゃ嬉しいな。あ、いろんなね、今日は日本製のことも話したし、あとフォトブックのことも話したし、セカンドシングル、そしてショーケースのことも話したし、でまだまだ言いたいことたくさんあるんですけど、でもそれは随時俺に触れて、公式ホームページだったりとか、あ、それはアミューズのね、だったりとか、いろんなところで、楽しみな情報を皆様にエンターテインメントとして届けていけたらいいなって、でその日を楽しみに頑張っていけたらいいなっていうふうに、思います。な感じかな、うん、ねー、ありがとう、体調気をつけてねっていうコメントがありますけど、でも皆さんもね、自分にできる限りのことをケアをして、で予防をして、なかなかこうね、目に飛び込んでくるニュースだったりとか、あとは動けないこととかっていうのがね、ストレスとしてあるかもしれないけど、でもね、きっとこの先には楽しいことだったりとか、あと素晴らしいことが、辛いことの後にはもう絶対に素晴らしいことが待っているっていうふうに信じてね、前を向いていきたいですね。ね、また機会があったらインスタブ、ライブやりたいなっていうふうに、思っています。うん、なかなかね、自由にならないことあるかもしれないですけど、でも一生懸命頑張って、この情勢だったりとか、世論が本当にエンターテインメントを誰もが手に取れる、あとは見たいっていうような余裕ができてきた時に、しっかり良質な上質なエンターテインメントを届けられるように、邁進していければいいなっていうふうに思っています。心を軽やかに持って一緒に頑張っていきましょう。本当はなんかこうずっと質問読んで一つ一つ答えていきたいんですけど、ね、でもこの辺で終わりにしようかな。なんか伝え忘れたこととかってあった？いや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 、
るって。嬉しいです。ね、たくさんありがとう、コメントめちゃくちゃ嬉しいです。でもスマイルください。ありがとうございます。また会えますか。うん、またあの折に触れてインスタライブね、初めてやらせてもらってますけど、すっごく楽しかったので、うん、こんなになんかね、自分のなんか思ってることだったりとか、ね、普段なかなかね話せないじゃないですか、俳優って。でもなんだろう、こんなに一方的ではあるかもしれないけど、あの音声としてはね、こんなになんかこう耳を傾けてくださることの幸せってないよなっていうふうに思うので、すごく嬉しかったです。マネさんもまたお顔見せてねって言って、タジタジじゃん。なんでさ、なんであの裏にしちゃったの、あれ分かんない。あ、2回タップしたらくるっと回っちゃったの。 I don't know みたいな顔してます。じゃあごめんね、おかげで夜ご飯が遅くなってる、だってすいません。じゃあそろそろ帰りたいと思います。帰りたいじゃない、間違えた、やめたいと思ってます。じゃあまた、会える日を楽しみにしてます。皆さんもどうか元気で、いてください。そして笑顔を忘れずに、なんか笑顔がやっぱりなんだっけ、人のことも持ち上げてくれるし、もちろんあとは自分の免疫も上げてくれるみたいなので、ぜひぜひ、笑顔を絶やさずにね、頑張っていこうね。というわけで、今日は三浦春馬の初のインスタライブ見てくださってありがとうございました。またインスタライブしたいなっていうふうに思うし、インスタで感謝の気持ちをポストしたいと思います。またね、ありがとう、バイバイ。